堀千秋。同年11月1日大井競馬第5競争、リユージアンボで、初勝利。1989年9月17日4回、中山4日目第11競争第35回、オールカマーで、スーパーミストに、騎乗のため遠征し、同日第1競争荒径3歳未勝利戦を、バーガンディで勝利し、中央競馬初騎乗初勝利。 1997年1月14日、大井競馬第9競争、吉勝対抗で地方競馬通算戦勝達成。東京都騎士会会長、全日本騎手連盟会長を歴任したが、調教離転身のため、2004年9月28日付で騎手引退。 地方通算成績は12,150戦1,294勝2着1六6 8回3着1百0 4回勝率10.7%連帯率 20.3%JRA 通算5千一1勝3着1回勝率20.0%連帯率20.0%逃げの名手として知られ、また、大賀賞を参照するなど品馬との相性が良かった。 2004年9月29日付で調教師免許取得。2005年6月1日付で、大井競馬場、小林牧場分級者に開業。当初はり当ては12馬房。2005年6月26日大井競馬第一競争に最新馬戦に、高見博市機場ベストモストが出走し、管理馬初出走。2005年7月14日、 大井競馬第1競争2歳一般戦を、戸崎慶太騎乗3番人気ベストモストで勝利し、開業7戦目で、初勝利。2006年6月6日、大井競馬第10競争第51回大井記念を2番、人気、内田博之騎乗の栄進チャンプで勝利し、開業1年で重賞初制覇。2008年4月11日大井競馬第9競争。 C14 組国組条件戦にて日本国外で出走経験のある外国産点に言うばバーナス購入を日本で初めて出走させた。2008年1月4日付で堺共同トレーニングセンターに2馬房の認定級者が認定された。2009年1月7日付で堺共同トレーニングセンターの認定級車馬房数が2馬房から4馬房に変更された。 地方通算成績は968 104勝2着95回3着117回、勝率10.7%、連帯率20.6%中央競馬通算4戦、例象徴教師となってからも、開業間もない現段階で重症化中間を2等出すなど、存在感を示している。勝倉は、堀旧社所属児のみ。 堀千秋騎手引退について TCK5 月29日、大井競馬でに調教師が新規開業をほ引く、ラジオ日経、堀千秋長教師初勝利。TCK 第51回、大井記念レースレポート TCK 大井の海外、転入馬が、デビューダッシュ NETKEIBA.com、認定9者の認定と認定期間の更新について、TCK 認定9社の認定項目の変更に、 ついて TCK、ありがとうございます。